日本初のゴスペルミュージックレーベルミクタムレコードが今年設立40周年を迎え、去る8月2日渋谷区文化センター大和田伝承ホールにてその記念感謝祭が開かれました。40周年を記念して制作された小坂忠 CCM トリビュートアルバムカンパニー・イン・クライストは、小坂氏を慕う11人のクリスチャンアーティストたちが厳選された11曲を歌っていますが、この日の出演者はその11人のキリストにある仲間たちです。カンパニー・イン・クライストですよね、コンセプトはね。キリストにあって私たちは一つ仲間だということでね、年齢を超えて経験を超えて、またいろんな意味でこのそれぞれのね、問題や悩みやいろんなものあるかもしれないけど、主にあって私たちはね、励まし支えていくんだよっていうことが。まず第一部はワーシップセレブレーション。赤本青本と呼ばれ親しまれたミクタムプレイズ&ワーシップから、それらを共に歌ってきたワーシップクワイアー、そして回収の皆さんと一緒に賛美しました。ちなみに私も持っています赤本、救われたばかりの90年代よく歌っていました。懐かしいです。その赤本の1曲目、主に向かって喜び歌おうからスタートし、全7曲、会場は一つになって喜び祝いながら、これまで幾度となく歌ってきたであろうなじみのワーシップソングで元気いっぱい主をたたえました。続いて映像を通して40年の歴史を振り返りました。ロックミュージシャンだった小坂忠氏がキリストと出会って賛美というものを知り、高栄華社長とミクタムレコードを立ち上げた1978年、その一歩を後押ししてくれた多くの出会いがあり、その後さらに多くの出会いがありました。以降、出会いのコンサート、ミクタムゴスペルタイムコンサートなど演奏活動のほか、賛美奉仕者のためのミュージックセミナーや賛美と祈りの集会リバイバルプレイズナイトの開催、また全国で計13回5万5000人を動員した超教派賛美大会ジェリコジャパンは今でも伝説です。その他、世界的な賛美運動マーチフォージーザスの日本代表を務めたり、さまざまな大会やイベントのプロデュースをしたり、2011年以降は被災地支援も継続していますと、その功績は数えきれませんが、当の小坂氏はこの40年を新しい教会賛美の環境づくりだったと振り返ります。何かが育つっていうのは、やっぱ育つ、それが育つ環境っていうのが必要だよね。ミクタムの40年ってね、そういう環境を整えるっていう40年だったんだと思うんですよね。だって昔はね、教会にピアノとオルガンしかないんですからね。そういう中でこういうね、豊かなミュージアムたちが育つことはできないね。その環境をね、この整えてくることができたんだなっていうことをすごく、ね、実感してますけど。感謝祭第3部はミクタムの働きによって備えられたその環境の中で存分に賛美の賜物を発揮している今のゴスペル界を彩る若手アーティストたちが登場し、それぞれアルバム収録曲で小坂氏と共演しました。トップバッター福原孝義さんは、初期の曲で救われた喜びを歌った全てが美しいを、神山美沙さんは1993年の楽曲この歌を、そして竹下静さんは君は見るだろうをデュエットしました。ロックで熱い男たちサルーキーの愛がなければでは、会場も中さんもノリノリなテンションです。数年前からプレイズナイトでコーラスをしてきた右輪は、ワシップリーダーとしての中さんの偉大さを実感したといいます。最初は正直どういう方かってのあんまりよく分かんなかったんですけど、でも一緒にやるにつれて本当になんかいろんなことを学んで、本当に素晴らしいワシップリーダーで、性的にも音楽的にも本当に学ぶところがたくさんある方だなと思って、こうして一緒に賛美ができること、なんて光栄なことだろうと楽しみにして歌ってます。
牧師家庭で育った中山英二さんは、幼い時から車の中でミクタムの曲を聴いていました。家族で歌いながらドライブしたり、教会で賛美したりして育った彼にとって、このステージは特別でした。中さんと一緒にこうやってステージに立つのも初めてで、すごいこう感慨深いというか、本当にちっちゃい頃からそれを聴いて育ったんで、自分も今すごいインスパイアされて、今の自分のできる形でそういうふうなことをやっていきたいなって思わされてますね。そんな次世代ミュージシャンたちに混じって、小坂ご夫妻が信仰を持って初めて出会ったクリスチャンシンガーという大御所の上原玲子さんも登場です。 CCM の手本であり先生だと敬愛する中さんですが、玲子さんにとっても尊敬し合える大の音楽仲間だといいます。歌ってね、やっぱり人と寄り添うものだと思うんですね。私は彼に助けられた歌は、その勝利者って歌なんですね。あの歌をね、本当に何度も何度も聴いて、もう本当にたくさん涙しましたね。彼の歌はもう心に本当に染みてきた。メロディーラインも素晴らしいし、で使ってる言葉も本当に素晴らしいし、私はもう彼にはあの頃すごい癒された経験があるので、すごく尊敬しています。お二人と同じように芸能界から救われた久米小百合さんは、その先駆者の先輩たちがいたから今の自分があると感謝を述べます。それは中さんがその道を開いてくださっているので、中さんがいなかったら私も多分いないし、中さんであり今日 の上原玲子さんであり、普通の世界で歌える方が教会の中でコンサートを開き、あのゴスペルソングを作られるっていう、その先輩方が道を作ってくださったことがすごい大きいなと思ってます。今の若手ゴスペル界を牽引するお一人マリサや、小さい時から家族ぐるみの付き合いのホリー・ローレンまで、小坂中氏の仲間たちも、娘エイシア世代の仲間たちも、世代を超えて一つとなってミクタム40周年を賛美で祝いました。その中で、そばでずっと両親の背中を見て育ったエイジアは、その苦労から同じ道は歩まないと決めていたそうですが、やっぱりあまりに大変そうだったんで、絶対神様 の音楽の仕事というかミニストリーには関わりたくないと思ってたんですよね。絶対にやるもんかみたいに思ってたから。でも今はそれはね、本当にやってて、やっぱりなんて言うんだろう、人の心が神様に触れられるっていうのを目の前で見れるっていう、その恵みにね預かれるので、本当に感謝ですね。40周年の歴史の中でもちろん涙も流したけども、たくさんの奇跡も出てきたし、祝福もいっぱい受けてきたなって思うから、本当に、一緒に入れて、また一緒にミニストリーも関わってるんですけど、それもすごい嬉しいなと思います。40周年を迎えたミクタムの今後のビジョンは、次世代のクリスチャンアーティストの活躍を見守ることだそうです。賛美で日本にリバイバルを起こす日は遠くはないと期待します。